こんにちは、レイセンです。今日は9月28日土曜日になります。絶食531日目、発酵果肉開発は25日目です。天気は晴れですね。いい天気です。睡眠時間は今のところ5時間半ぐらいですね。ちょっとなんか正確ではないんで、途中起きて2回途中起きてるんだけど、その後2度寝3度寝のタイミングがちょっとはっきりしないもんで、まあ大体ってとこですね。もうちょっと少ないかもしれないです。尿回数は4回だね。4回で、現在時刻は午前9時26分ぐらいです。で、今日は今吊るしてある発酵果肉を取って、で、まあやっていく、まあそんだけですね、そしたら、絶食531日目始めていきます。今ね、下ろしてきたんだけど、いつもはね、虫が全然寄ってこないんだわ。寄ってこないのにね、今回はね、なぜかブヨが寄ってきてたね。なんだろうね、出来がやっぱ違うのかな。なので、善玉菌の完全に優位のね、状態になってなくて、ちょっと鎖が出てるとか、なんかあるのかもしれないね。ほいで、昨日あれかな、お腹の調子がちょっといまいちだったのかな。ほんとちゃんと木で、ちゃんとうまく作ってたら問題ないんだけど、出来が悪かったっていうか、発酵の具合が悪かったのかもしれない。ああ、その可能性あるな。その可能性あるな。なので、温度が上がって、ってなかったとか、上がりきってなかったっていうのかな。38度まで上げとけばいいんだけど、ちょっと温度が低かったもんで、発酵の具合が悪かったって可能性がありますね。有用微生物があんまり増えずに、あるいは悪玉菌の、まあ雑菌っていうのかな、雑菌の繁殖がわりかし今回は多かったっていうね。善玉菌、有用微生物が多ければ酸性に傾くもんで、雑菌は死滅するから、それならいいんだけど、死滅しない場合だね。死滅しない場合なので、温度が低くって、で、有用微生物があんまり増えなくってってなると、結局いいものができないっていうのかな。ちょっと腐った感じになっちゃうっていうのかな。そういうことかもしれないね。だ、今回はちょっと失敗だな、これ。ちょっとなんか失敗っぽい感じですね。本来なら虫は全然寄ってこないはずだと思うんで。虫が寄ってくるってことは、ちょっとこれし、なんか良くない可能性がありますね。お腹にとってもね。見た目は白カビが、もう入ってきてるね。はい、丸一日置いといた。どうかな。今回ちょっと良くない感じがするな。見た目あんまり美味しそうにも見えないし、何かな原因、活性器とかね、活性器も良くないかもしれないね。活性器、やっぱEM1 を使ってやった方がいいかもな。活性器だと、ちょっと弱い可能性がありますね。2つは入らんな。こっちもこんな感じだね。なんかあんま美味しそうに見えないよな、今回。
んな感じですね。こんな感じ。うん、味見、ちょっと味見。あれかな、草があまり多いとダメかな。うん、草かな、これ。うん、味はそんな悪くないね。うん、深みあって、うん、だけど今回はなんかやたらブヨが集まってるのが気になるね。なんで集まってんだろうっていう、うん、いつも一匹もいないのに、うん、干してた時間が長いとかかな。今回24時間干してるんだわ。それでかな。うん、味はいいな。そんなに悪くないんだな。うん、こっちもいいな。うん、味はいいね。まあ、うん、取っていこうかな、これ。で、とりあえずちょっと片付けしていきます。で、1杯目作っていきます。フルーツフェスタグレープですね。これを300と有機豆乳、キッコーマンの有機豆乳を200。この状態の見た目すごい好きなんだけど美味しそうだよね。で、発酵果肉だね。発酵果肉、塩ありの発酵果肉。まあでも、まあ、考えたけど、まあ今回なんかいまいちな感じなのは、まず EM 活性器の出来だよね。出来だと思う。あれがまあ一番いいのは EM1 だね。EM1 をそのまま使うのが一番よくって、 EM 活性器の場合はやっぱりちょっとね、品質が落ちる。で、やっぱあの1週間ぐらいしか経ってないような出来たてとか、あのまだそんなに日にちがね、経ってないやつ。あれ何日ぐらい経ってたっけな。うん、で、今秋だもんで、で、気温も低いから、発酵があんま進まないんだよね。発酵あんま進まないもんで、当然、微生物が増えないんだわ。うん、微生物増えないと、まあ、腐りやすくなるってことだね。うん、微生物、有用微生物が増えないとね。有用微生物が増えないと腐りやすくなるもんで、まあそれがまず一つあると思うんだよね。だから温度、気温、まあ温度の問題だね。温度の問題で、これはクーラーバッグの温度をちょっと高めに設定して、まあいろいろ試すだね。温度高めにしてもダメだったら増やす、電気アンカーの数を増やすって形だね。まあ今何杯目だっけ、これで5杯目か。電気感化の数を増やす、こうやってまあ対応していくだね。いろいろ試行錯誤してね、うん、温度の問題と、あと活性器だね。 EM の出来品質、質の問題と、あとね、材料だね。今回あの野菜が多いもんで、ものすごく野菜たくさん入れてるもんで、野菜が多すぎたんじゃないかなっていうところがありますね。野菜はあんまり入れすぎない方がいいかもしれないね。うん。まあ、程よく入れて発酵させる。まあ、程よくっていうところが割とあの味噌かもしれないっていうところです。で、あと、まあそうだね。まあ、失敗までいかないんだけどな、今回。ただ、なんか、ブヨがすごくたかってたもんで、なんか嫌だよね。普通に嫌だ。今まで一匹も来なかったのに、なんで今回来てんだっていうね。で、ブヨってやっぱり、腐ったところに来るよね。うん、腐ったものとかに、寄ってくるもんで。って考えると、今回のやつは、善玉菌よりも悪玉菌、まあ、善玉菌だけじゃなくて悪玉菌もね、割といて、あの腐敗臭とか、なんかブヨが嗅ぎつけるような
ものを出してるんじゃないかな、腐敗に関するね。そう思いますね。そしたら飲んできます。で次入れていきます。グレープを300。今日はちょっとゆっくりしたいんで、ゆっくりする日にします。でどっかで買い出し1回行ってきて、でフルーツミックスとか有機豆乳とか、あとグリーンスムージーとか、その辺買ってこようと思ってます。そしたら飲んでいきます。次入れてきます。アップルを300ですね、と有機豆乳を200。明日ぐらいには活性液仕上がると思うんで、明日からはちょっとここの中にね活性液入れていくんで、今日まではなしでやっていきます。まずこれようやく来た。丸1ヶ月かかったね。やっぱ中国から国際郵便だった。国際郵便、うん、なんだったね。こんな小さい一応黄色い袋に入ってて、中国からこちらまでようやく届いた。1ヶ月かかるね。飛行機とかじゃないんだね、船便かな。1ヶ月かかるってことはね。でこれをまあうまくつけれるようにね、100均でちょっとなんかよ見てくるってところです。2つね、2つあるんで、29.2 度、今室温は 29.2 度ってことだね。でこれ作っていきます。アップルを300で、まあちょっとゆっくりしたら買い出し行っていきます。有機豆乳200で、水を250、したら飲んできます。なんか今天気予報見たら夕方から雨っぽいんで、今のうちに水汲み行ってこいと思います。もう雨降っちゃうとね、水質味がね全然変わってきちゃうんだ。水の質が落ちちゃうもんで、雨降る前に汲んだ方がいいんだよね。これキャプテンスタックなんだけどね、ここ持つところ取っ手がね角張っててね、これすごくね手が痛くなるんだわ。これ設計がね悪い、明らかに設計悪いだろって感じなんだ。でこれこの間クーラーバッグだね、クーラーバッグ買った時についてきたやつだね。これを流用してここに引っ掛けて、これこうやってね肩にかけて持つっていう形だね、肩にかけて持てば、で、あと、ま、手でちょっと支えればね、楽でしょ。重くないでしょ。手痛くならないでしょ。それで、まあ、駐車場までね、組むところから駐車場まで運ぶのにね、いいからさ。こんな感じで、ちょっと、水汲んできます。今、帰ってきました。やっぱね、肩にかけれるとだいぶ楽だね。で、これから、ちょっと買い出し、行ってきます。まあ今帰ってきていろいろやってたところです。ドリンク作っていきます。オレンジですね。オレンジフルーツミックスがね売ってないんだわ、なぜか。スーパーから消えた、消えてたね。フルーツフェスタのフルーツミックスね。今後は、だから、オレンジ、アップル、グレープと、あとは、スタイル1だね。スタイル1で、まあ、買うか、他のスーパー探すか。だね。今日、とりあえず買ったのは、グリーンスムージー。カゴメのね、カゴメのグリーンスムージーを3本と、あとこれ、これ、この容器だね。前買ったやつ。あれと同じやつだね。なんか野菜を蒸して、レンジで、
蒸すことができるっていうやつだね。200円のやつ。これがね、ちょうどね、冷蔵庫を、2段でね、2段でちょうど冷蔵庫にぴったり入るんだわ。いい感じに入るんだわ。で、この、なんだ、ジュースのね、ジュースのパックも3本入って、で、残りのスペースにこれが上下2段でちょうど入るもんでね。で、都合がいいっていうので買ってきた。これから、こっから移し替える、後でね。こっちだとね、この耳がね、邪魔でね、ちょっと調子が悪いんだわ。あとなんか今日は、お腹の状態がね、いまいちでね、常にもう張ってる状態っていうのかな。調子が悪いんだわ、お腹の状態が。で、それに合わせてね、なんか、妙にイライラしてるね、今日。イライラしてて、で、なんかね、運も悪いっていうね。やっぱり腸の状態と、精神の状態と、運の状態っていうのは全部リンクしてるな、やっぱり。腸の状態が悪くなると、精神の状態も悪くなって、で、運の状態も落ちるっていうね。あ、入れちゃったけど、まあいっか。やっぱり腸が一番大事ってとこだね。気をつけないとなって思った。トーカミックスをやっぱガバガバ飲むといかんな、腸の状態が。あと今回のこの発酵果肉もちょっと出来が悪いかもな。これ腸環境を悪くしてる可能性があるんで、まだ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 開発途中ってとこだね。したらこれ飲んでいきます。あと言い忘れてた、まあ別にそうとしたあれじゃない、買ったものでね、これね、これはミキサーでガーってやった後に、やっぱね、細かいね、ストローで吸えないぐらいの大きさのね、クズが出るんだわ。クズが出るもんで、そういうのをね、取り除くために買ってきた。なんで、ミキサーでガーってやったと、ここに、下ボールだね。ボールとかザルか。ザルに流すときにね、ここに入れようかなと思ってて。で、ちょっと粗い野菜のかけらっていうかな。そういうのを取り除くためにね。あと、ヒートン買ってきた。これ。これは吊るすやつの上だね。今、ハテナマークの、あれ、なんて言うんだっけ、用途だっけ、にしてるんだけど、あれをこれに変えるってとこだね。あと、名札クリップ。これ。これは、温度計だね。温度計を、設置できるようにするためですね。あと、榊も買ってきてる。で、さっき、洗濯物を取り込んで、その後、榊だね。榊やってから洗濯物を取り込んでて。榊が、ちょっとね、新しくしたかったっていうか、新調したかったんでね。あと、オレンジジュース、アップルと、あと、グレープ買ってて、あと、有機豆乳買ってるってとこですね。結構時間かかっちゃったね。そんな感じです。次取っていきます。グレープですね。を300。やっぱね、発酵果肉、塩入れたね、塩入れて作った発酵果肉取るとね、お腹の調子良くなるね。あれだとなんか重くって臭いおならが出てたやつがね、なんかちょっと調子良くなるんだわ。いるね、やっぱり。塩、レシピとしてね、
作るときは塩を入れるっていうのと、あとやっぱり発酵果肉は大さじ5杯入れたやつを飲むのがいいね。その方が腸にはいいな。不思議だね。塩入れないで発酵、発酵食品だからいいってわけじゃないな。塩入れないで作った発酵食品だと逆に悪くなるし、あのレシピがいいんだわ。あの塩をちゃんと入れて、あの作り方で EM1 が一番いいけど、なかったら活性液で作った、あのやり方だね。あのレシピで作った発酵果肉だね。あれがいい。だ発酵食品がいいじゃなくって、あのレシピで作った発酵果肉がいいっていうことだね。まあ、もっと厳密に言えば、あのレシピで作った発酵果肉を大さじ5杯入れたこの豆芽ミックスと豆花ミックスがいいって形だね。これちょっととりあえず入れないでまた飲むんだけど、多分また悪くなるかもしれない。まあその辺いろいろちょっと実験何回か繰り返してね、あ、やっぱり間違いないっていうのが分かってくれば、それはそれで大きいもんで、そしたら飲んでいきます。次入れていきます。グリーンスムージーですね。250明楽雪豆乳を250、あ、ちょうどだな。で発酵果肉を大さじ、どうしようかな、3杯にしとこうかな。大さじ3杯ぐらいで、したら飲んでいきます。次入れていきます。アップルですね。さっきのあのグリーン豆芽、あれいいね、あれいい。なんかね、飲んだ感じすごく調子がいい。まあ、今後グリーン豆芽でいこうかな。発酵果肉を入れたグリーン豆芽で、それだけでやっていこうかな。それだけで、まあ時々フルーツミックス、フルーツ豆花だね、そこ入れてもいいけど、基本はもうあのグリーン豆芽で行こうかな。グリーン豆芽だけっていうか、あれ調子いいわ、あれでもしかしたらいけるかもしれん。で逆にこのアップルとかね、グレープとかはちょっとやっぱ調子がね良くない、体にすごく負担になってる感じがあるもんで、まあ、ちょっと、まあ、買った分は取るけど、今後使うのやめていこうかなと思っています。まあ、買わないようにしようかなって思ってるところです。そしたら飲んでいきます。次入れていきます。グレープを300と有機豆乳を200、だね。あと水、神社の井戸水を250、したら飲んでいきます。オレンジ次作っていきます。オレンジを300、味はめちゃめちゃいいんだけどね、豆花ミックスだけど、体はどうも豆芽ミックス、グリーン豆芽って言ってるね。そしたらこれ飲んでいきます。すぐ飲んじゃったんで、もう一杯オレンジですね、を300と有機豆乳を200、あと50かな。そしたら飲んでいきます。今温度計設置したところです。こんな感じだね。こんな感じでつけてます。温度ちょっと高いんだよね。43度になってるんだよ。こんな感じで、ここにねマスキングテープで留めてある、
線ここ通ってでここに来てるっていうところですね。でこっちはねちょっと高いんだわ。うん、まあ今つまみ下げたんで下がっていくと思うけどね。この温度計だとね35度ぐらいだったんだよ。うん、35度ぐらいなんだけど、これもここにつけてある。で線ここはわせて起きてますね。まあここで38度を狙うもんで、で常にこの両方ね室内38度空間作って培養、今後はこれ見ながらねやっていきます。もう一杯作っていきます。アップルですね、これを300と湯豆乳を200。一応作りたいものは作れたなってとこですね。これでただまあ38度ずっと同じダイヤルの状態でとはいかないもんで、うん、新しくまた発酵果肉とかね仕込んだ時は最初液体が冷たいから強に変えてってやったりするんで、まあ、その辺うまく調節してね、うん、一番いいところで、うん、最も効果的な培養っていうか発酵だね、うん、発酵、まあ、製造だね、製造していけたら、製造って言ったら大げさだな、まあ、作り込んでいけたらっていうところですね。そしたら飲んでいきます。まあ、この時間に飲んだらもう測定結果全然意味なくなっちゃうんだけど、まあでもいいかな、今日はいいかな。液豆乳そんなに今重要でもないからね、うん、でとりあえず10月入ってからちょっと本格的に1リッターでグリーンスムージーだけでねちょっとやってみようかなっていうふうに今思ってるところです。でグレープ、あ、逆だ、しまった、逆だ、300、3に入れちゃったな、300入れるって、1対1だら、1対1だと美味しくないんだよな、いまいち。まあいっか、しゃあねえな、300だもんで、あと100、いや、いっか、しゃあねえな、しゃあねえ。そしたらこれ飲んでいきます。すぐ飲んじゃったんでもう一杯、レンジを300、これで1キロ変わってくるでな体重、今日の体重は気にしちゃダメってやつだね。とりあえずあんまり意味を持たない数字になっちゃったね、うん、で雪豆乳、まあでもとりあえず果物ジュース消化して、で次のスタートラインを作るってとこですね。そしたら飲んでいきます。で次入れていきます。オレンジですね、ここが300と豆乳を200、そしたらこれ飲んでいきます。おはようございます。今は午前9時45分ぐらいですね。そしたら、計測の方を始めていきます。
でウエストを測っていきます。正面と側面と背中、67ですね。血圧測っていきます。103-70です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間は3時間ほどとってます。午前3時半から5時までの1時間半と午前6時半から8時までの1時間半合わせて3時間ってところです。ジョギングとウェイトトレーニングは今日もなしです。日中の室内温度、今日はまあ昼頃測ってないんだけど、午後3時45分頃計測で29度、湿度 45% です。飲んだもの、野菜ジュースが 250ml、豆乳が 2950、果物ジュースは4200になります。水は500ですね。で、合計が 7900ml。で、水500のため実質は7400ってところです。今日多いね。7000だよ、7000。で、発酵果肉は大さじ13杯ですね。うん。で、尿回数は18回出てて、濃さは完全無色、量は平均的な量から多い時がありました。大便が1回出ています。午後1時半頃ですね。色濃褐色で、太バナナ状で10センチ、チューブとバナナ状でさらに10センチ。で、細バナナ状でさらに30センチってところです。割とたくさん出てるね。割といっぱい出てる。平均的な硬さで匂いは少しありってところです。おなら少し多くて、匂いも少し臭いってところですね。匂いに関しては、発酵果肉。発酵果肉を入れた糖化ミックスとか糖野ミックスを飲んだら、匂いがね、少しね、弱くなるんだよ。おならがね、おならの匂いが少し弱くなるんだよ。臭さがね、臭さがちょっと落ちるっていうのかな、消えるっていうのかな、うん、少し臭くなくなるっていうのかな。だからやっぱね、発酵果肉いいんだよ。発酵果肉いいんだわ。やっぱ腸にいいんだなと思った、うん、塩入れた発酵果肉だね。不思議だね。塩入れないやつは逆に臭いおならが出るようになる。お腹の状態悪くなって。で、塩入れたやつはお腹の状態良くなるっていうね。そんなにあれ違いが、塩でそんなに違いが出るとも思わなかったけど、なんかあるのかな。あれ殺菌作用とかあるから、そういうの関係してるのか、あるいは塩もやっぱ微生物のね、有用微生物の、まあ、いい餌になるっていうことで、微生物の、まあ、増殖率が高いっていうかね、そういう可能性もあるね。あとは、今日の計測時刻は午前9時50分頃に計測しています。昨日よりも1時間と10分ほど遅いですね。体重 56.20kg プラス 0.85kg の増加です。今日はまあ朝ね、朝たくさん撮ってるからね。深夜0時過ぎてからでも3杯取ってて1500だね。その後午前4時20分以降で3杯取ってる。ここでも1500取ってるからね。まあ、今日の体重は、まあ、あんまり参考にならないね。普段と状況が違いすぎるもんで。BMI は 17.7 でプラス 0.2。で、体脂肪率は 8.3% でマイナス 0.8% の減少です。体脂肪率はゴンと落ちてるけど、 体重 0.85kg 上がって体脂肪率 0.8% 落ちてるっていうけど、まあ朝飲んだ分があって、体内の水分量だねに変化が起きてて、その影響という可能性もありますね。水分が多いと電気通しやすいもんで、脂肪は電気通しにくいよね。筋肉電気通しやすいもんで、なんで脂肪が少ないっていう判定につながってる可能性があるってとこです。で、血圧103-70、最高血圧マイナス1、最低血圧変化なしです。まあ血圧変わってないですね。脈拍69でプラス1、ウエスト67センチで1センチの増加です。まあウエストはこれ朝だな。朝1500取ってるからね。それでまあちょっとお腹がボーンと1センチぐらい大きくなってるんでしょう。まあ少しね、横になってて、まあうとうとしちゃってたけどね、横になってて、でその時間がわりかし長かったんで3時間ぐらいかな、3、4時間経ってるんで、まあその分その時間の間でね、
まあ、消化されてるから、うん、トイレも何回か行ってるしね、うん、だからまだ落ち着いたのかもしれないってところです。今日の気づきとしてはね、あのブヨ、発酵果肉だね。発酵果肉をね24時間吊るしてみたんだわ外にね、どんな感じになるのかなと思ってね。そしたらね、割とブヨがたかってたね。何匹ぐらいいたのかな、5匹ぐらいかな、ブヨがたかってた、うん、で発酵果肉っていうか発酵食品、 EM で発酵させた発酵食品は基本的にあの腐らないもんで、腐らないんだわ。有用微生物優勢になってたら腐らないもんで、腐敗しないんだよ、発酵してて。だからあの腐ってないから虫は寄ってこない。まあ、今までもね、今までもあの発酵果肉と窓際にずっと置きっぱなしにしてたけど、一切虫とか寄ってこなかったもんで、ブヨも一匹すら来なかったもんで、だから今回のやつどうだろうね、24時間やってたもんで、夜中とかね、夜中もずっと吊るしてたもんで、それが悪かったのかな。夜中はやっぱあの室内入れた方がいい可能性がありますね。うん、夜中だと、まあ、温度が低いもんで、なんであのもしかしたら悪いのかもしれないね。24時間という時間の問題か、あるいは夜中寒いところでずっと吊るしてたっていうね、うん、外にね、うん、比較的低い気温の時に外に吊るしてた、この夜吊るしてたっていうのが原因なのか。あとね、今回はミキサー回す時に葉っぱものをね、割とぎゅうぎゅうたくさん入れすぎたっていうのがあって、あれがうまく回らなかったんだよね。でミキサーのあの歯の先端のところにね、あのぐるぐるぐるって繊維が、葉っぱの繊維がね、葉っぱというか茎だな、茎の繊維がね絡まってて、で全然ね切れてなかったんだわ、カットしてなかったんだ、だから細かく粉砕してなかったっていうのかな。なので葉がね、葉っぱとか茎とかね、繊維とかが割とね、あのまだ大きい状態で残ってたんで、たくさん残ってたんだわ。うん、あれが悪さしてる可能性があるって思った、うん、あのなんていうの、大きいと、物が大きいと、土なんかでも同じだよね。土でもあの生ゴミ堆肥入れるときに、大きな生ゴミ入れると腐敗するじゃん、うん、腐敗するよね、うん、そっからあの臭い嫌な匂いが出てきて腐敗するんだわ。だから細かく潰して細かく潰して巻くと、あの全部ちゃんと発酵してくれて腐らないっていう風になるんだけど、ちょっと物が大きいとあのそっから腐っていくんだよね、うん、なので今回もあのミキサーでちゃんと粉砕してくれたらよかったんだけど、全然あの粉砕できてなくって、大きなもの、大きな茎とか葉っぱがたくさん入り込んじゃってたもんで、それで、それらがね、その大きな葉っぱとか茎とかの繊維が、腐っちゃって、ちょっと腐り始めて、で、匂いを出して、で、ブヨが寄ってきたっていうね、そこの可能性もあるって、その可能性が一番高いかな。うん、私はそれが一番高いと思ってるんだけど、うん。まあ、夏場とかだったら発酵も早いからいいけど、今、秋だもんで、外に吊るしててもそんなに発酵のスピードは速くないから、発酵がいまいちな状態で、しかもあの物が大きいもんで、多分ね腐敗しやすいっていうのかな、うん、発酵微生物が活発に動かないもんで、だからじゃないかなっていうふうに思っています。きちんとね、きちんと微生物がうわっとちゃんと働いてくれてたらいいかもしれないけど、なんでやっぱちゃんとね、入れる、あのミキサーにかけるときは、少ない量で丁寧にやるってことだね。で、高速で割と長い時間ちょっとかけて、でもう細かく粉砕する。で、そっからミキサーから出すときも、あの網のやつでね、ちょっとこあの網のやつかけて、で大きめのやつは取り除くっていうね、うん、大きめのかけらは取り除くっていう形にする。うん、まあ、そういう風にしたら問題解決するかもしれないから、うん、あとはあのここであの発酵させた時の温度だね。最初ちょっと低かったんだよ、うん、あんまり上がらなかった。38度の空間作ったはいいけど、あの瓶自体がすごく冷えてたもんで、
結果的にクーラーバッグの中があんまり温度上がってなくってまだ30度すらいってなかったもんで、あれで発酵進んでなかったっていうのもあるね、うん、発酵があんまり進んでなかったのでなおさらね、うん、微生物、有用微生物があんまり増えてない状態で発酵進んでないってことは腐敗しやすい状況になってたっていうことだもんで、うん、一つはここの温度なんだよ。温度をもうちょっと高くね、高くでしっかり発酵させるっていうことができてたらまず良かったかもしれないですね。あとは EM も活性液使ってるもんで、活性液もやっぱ品質がね、あれ EM1 だったらまた違ってた可能性もあるけど、いや活性液やっぱちょっとね薄いんだよ。薄いで効果もまあ薄いもんで、なんかその活性液っていうのもまあマイナスに働いてたっていう可能性がありますね。うん、あとまあ野菜の量だね。今回野菜たくさん投入してるからね。野菜の量が多すぎるっていうのもあったかもしれないね。多すぎるもんで、果物ジュースだね。糖、微生物が活発に、まあ、増殖するために必要な糖の量と、野菜だね。野菜の量と、その辺のバランスがちょっと今回は野菜の方が高くって。うん、それがマイナスになってたって可能性もありますね。野菜の量、あと温度、うん、EM の、質だね、質、出来、EM 活性器の出来、うん、あと吊るす時間の長さ、うん、なんだね、吊るす時間の長さと、なんだっけ、うん、まあ、うん、さっき言ってた、ミキサーだね、ミキサーをちゃんとやるっていうことと、まあいろいろだね、うん、今後はその辺気をつけてね、気をつけてやっていこうかなっていうところです。まあそんだけかな、うん、そんだけですね、うん、で明日も一応明日はね、今果物ジュースを消化してるんだわ。で果物ジュースをゼロにしたら、もうグリーンスムージーだけでね、グリーンスムージーだけで1リッターを目指す。1リッターきつかったら 1.5、 まあ最初のうちは 1.5 で何日間かやって、その後で1リッターに移行してもいいかなと思うけど、まあとにかく量を減らしていくってとこですね。量を減らしてグリーンスムージーのグリーン豆芽、発酵果肉入れたね、グリーン豆芽で1リッター絶食、これでちょっとある程度の長さ続けてみて、で具合を見るっていう形だね。あれがね一番いい、体が一番なんかこれだって言ってる感じがあったもんで、うん、なんで果肉入り、発酵果肉入りグリーン豆芽ね、これだけ果物ジュースなしでね、豆芽ミックスなしで、まあどうしても欲しくなった時は取るかもしれないけどね、なるべくなしでやってみる、実験としてね。うん、でまあきな粉は入れないっていう形ですね、うん、まあ、そんなところですかね。あで、あとまあそろそろね、そろそろEM の活性液がまあ仕上がる頃だと思うもんで、一応ここから出して、一番仕上がりのいいやつをここから出して、で500だけ移し替えて他のペットボトルにね、でまた38度のこの中に入れるって、残りはね、でもうちょっと深いちょっと濃いめのね、うん、いい活性液作り込みにしていくって形で、とりあえず明日からは活性液を飲んでいく、うん、飲んでいく、水の中にも大さじ1杯入れるし、あと豆芽ミックスの中にも大さじ2杯入れるし、まあ、そういう風にやっていこうと思っています。そしたら絶食531日目完了です。それではまた明日。